最後は日本ハムファイターズの鎌ヶ谷球場を訪ねました。見てください、この行列、すごい人、すごい行列でしょ開門1時間前から長蛇の列ができていました。お目当ては試合の前だけに行われるあるイベントです。あるイベント、はい。本日12時30分よりこのグラウンドにてベースランニング大会が開催されます。ベースランニングですか。そうなんです。走りたい人は誰でもベースを一周することができるんです。へぇプロ野球のグラウンドを子どもたちが全速力で走ります。選手がどんな場所でプレーしているのか肌で感じることができるんですね。平日なら大人だって体験できます。楽しい、楽しいでしょ。楽しかったです。まさかこんな選手の人が使ってるグラウンドを走れると思わなくて感激。そうですよね、感激しちゃいますよね。試合が進むとさらに夢のようなサービスがあるんです。皆さん、ただいまよりファイターズが勝った場合に行いますヒーローインタビュアーの発表を行います。水原桃香ちゃん、試合終了後のヒーローインタビューができるんです。選ばれたのは近所に住む水原桃香ちゃん。放送席で出番を待ちます。野球チームにも入っている桃香ちゃん、このスタジアムには何度も遊びに来ています。どんな気持ち？緊張する。今出てる選手だったら誰がいい？今出てる選手が迷うね。悩む。中島選手。あ、中島選手、ね、その次の時にアナウンサーの滝壺さんと内容打ち合わせ、念入りに練習します。そしてファイターズファンの皆さん、今日のヒーローは何を思って打席に立ちましたか？なんとか逆転したいと思いました。次の試合に向けての意気込みをお聞かせください。しかし9回裏ファイターズは1点負けています。勝たないとヒーローインタビューはできません。それで勝てなかったよね。そうそう、今ねヒーローインタビューないんだよね。勝てなかった、勝てなかったらヒーローインタビューないから。そうね、ヒーローいないもんね。そうね、よくご存知でうん、ドキドキ9回裏2アウト、中島選手、相手のエラーで同点に追いつきます。そして2アウト2塁、大平選手、おー、打った、中島かえりー、中島、見事サヨナラ勝ちです。桃香ちゃん、ヒーローインタビューをできることになりました。尾崎の足も、大平選手です。おっと、先に呼んでくれちゃいました。はい、すいません、お願いします。ナイスバッケー。何を思って打席に立ちましたか？あの時ランナー一塁だったんで、なんとか後ろに繋ごうと思ってました。打った瞬間の気持ちを教えてください。いや、まあなんかせこい当たりだったんで、まあセーフなるよう思いっきり走りました。ありがとうございました。今日のヒーローは大平選手でした。はい、桃香ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。これ投げていいんですか？はい、もう一つはスタートの方に投げてください。野球少女桃香ちゃんにとって忘れられない一日になりました。ちょっと緊張したけど、うん、よかった、できてよかった。
とてもここは楽しいし、もっと来たい。ヒーローインタビューもできたからよかった。いやー、劇的な試合展開でドキドキしましたが、ももかちゃんよかったですね。もう絶対一生忘れられない思い出になったと思います。そうですよね。まあ、それにしても本当にいろんなファンサービスがあって驚きました。そうなんです。だから野球のルールが分からなくても楽しめますし、もう見るというよりも体で楽しむという気がしましたね。そうですよね、はい、近所にあったら通い詰めたいという方も多いと思いますが、はい、お客さんの数増えているんですか？そうなんです。日本ハムファイターズの場合、5年前から今のようなご紹介したサービスを行っているんですが、入場者数1日の平均の数が2倍以上に増えているということなんですね。効果があるんですね。はい、今日ご紹介した3つの球場の行き方をご案内します。まずは千葉ロッテマリーンズ2軍の本拠地ですが、埼玉県の浦和にあります。 JR 武蔵浦和駅から徒歩10分、入場無料なんです。嬉しいですね。はい、大型連休中は5月2日日曜日から、日曜日ですね、浦和球場で午後1時半からヤクルトとの試合が行われます。また4日ですね、はい、10時から練習していまして、こちらも見学可能だということです。そして横浜ベイスターズですが、2軍湘南シーレックスは神奈川県横須賀市にあります。京急線おっぱま駅から徒歩15分、小学生未満は無料です。大型連休中は5日の水曜日、横須賀スタジアムで午後1時から巨人との試合が行われます。で、当日ですね、市内の、はい、商店街が出店を出すほか、こちらのようなポストカードが無料でプレゼントされます。はい、マスコットキャラクターレックが横須賀市内を観光しているというポストカードで、まあ、地域と共に歩みたいという、ね、思いが込められているんですね。可愛いポストカードですね。はい、続いて最後は、北海道日本ハムファイターズです。千葉県の鎌ケ谷市にありまして、東武野田線の鎌ケ谷駅からバスで5分のところにあります。小学生以下のお子さんは無料です。鎌ケ谷スタジアムでは3日から5日にかけてヤクルトとの3連戦です。試合は午後1時からですが、カマスタファミリーシリーズと題しまして、はい、午前10時からイベントが行われます。長い間ですね。はい、ご紹介したベースランニング、ヒーローインタビュー体験、そして試合終了後には選手とのサイン会や写真撮影会、野球教室も行われる予定です。はい、ぜひ2軍の観戦にも皆さん出かけてみてはいかがでしょうか。とっておき散歩でした。